チョコチップは細かく砕いて作られる小粒のチョコレートである。日本語では英語に合わせてチョコレートチップとも呼ばれるがチョコチップと呼ばれるのが一般的である。多くは直径 1cm 程度の底が平らで丸い形をしていて色々なサイズがあり主に菓子作りの材料として利用される。主なチョコチップ製造会社としてはネスレやハーシーなどが挙げられる。 チョコチップは1938年にマサチューセッツ州ホイットマンで宿屋兼レストランのトールハウスインを経営していたルースグラーブ・ウェイクフィールドがチョコレートチップクッキーを発明したことに始まる。ウェイクフィールドは宿泊客のためにクッキーを作っていたが、その日はチョコレートクッキー用に普段使っていたベーカーズチョコレートを切らしていたため、 代用品として、ネスレのセミスイートチョコレートを溶かさずそのまま細かく刻んで、クッキーの生地に加えて焼いた。焼いた時に溶けて、生地と混ざると考えていたが、ネスレのセミスイートチョコレートは、脂肪分が少なく、溶けずにそのままの形で焼き上がった。失敗作で、ベークフィールド本人は気に入っていなかったが、スタッフや宿泊客には好評で人気メニューとなった。 その後地元の新聞に彼女のチョコチップクッキーのレシピが掲載されると、そのレシピのチョコチップクッキーは地元で人気となり、ネスレのチョコレートの売り上げも急増した。1939年には彼女は原料となったネスレのチョコレートのパッケージに彼女のレシピが掲載される代わりに、ネスレから一生分のチョコレートを送られた。そして、ネスレはバーを切り刻む機械を導入し、 1941年には、ネスレを含む多くの会社によって、細かいチップ状のチョコレートの販売が始まった。ネスレのチョコチップクッキーのブランド名である、トールハウスクッキーは、発明された宿屋の名前にちなんで名付けられた。当初、チョコチップは、甘さ控えめなチョコレートから製造されていたが、現在は、ほろ苦いビターチョコレート味や、ピーナッツバター味、バタースカッチー味、 ミントチョコレート味、ホワイトチョコレート味、ブラックチョコレート味、ミルクチョコレート味など多様な味が楽しめる。他には、イチゴ味、ブルーベリー味などのフルーツフレーバーのチップもある。チョコチップクッキー主に、チョコチップは、クッキーやホットケーキ、ワッフル、ケーキ、マフィン、クレープといった小麦粉を使用する、ケーキ菓子の材料として加えられるが、アイスクリームや、プリンなどの食品にも加えられる。 チョコチップは液状にしてチョコレートソースとしても利用される。その際、チョコレートに含まれるココアバターが溶け始める摂取35度近くから溶け始め40から摂取45度の間で一番よく溶ける。しかし、溶かす際の温度がホワイトチョコレートでは摂取45度、ブラックチョコレートでは摂取50度を超えてしまうとチョコレートが焦げてしまう。 実際には熱を加えた時に形状が保たれるよう、チョコチップは普通のチョコレートよりもココアバターの量が少ないため、ソースとして使用されることはあまり推奨されない。なお、チョコチップは世界中で調理に欠かせないものになっていて、特にチョコチップクッキーはアメリカの代表的な菓子として食べられている。現在チョコチップはヨーロッパやオーストラリア、その他の地域でも入手可能になっている。 ありがとうございます。